こんにちは。静岡のカスヤと申します。今日はビキニデーですので、ビキニのこの水爆被災第五福竜丸事件のことをもっともっと世界の人に知っていただきたいということで、英語で DVD を作りました。そのことを紹介します。でこの元になったものはですね、バラの祈りという紙芝居なんです。で静岡の若い女性が2人で、ビキニ被災60年の時に久保山愛吉さんと鈴さんのことをお話元にして、作った紙芝居、それを英訳をしまして、で最初は2015年 NPT の時に紙芝居のままで持って行って、でボストンの学校へ行ったもんですから、そこでボストンの高校生にね紙芝居を見てもらおうと思って張り切って行ったんですけども、残念ながら時間がなくって少ししか紹介できませんでした。でそれだったらDVD をね作ってしまおう、その方を作って、それからゆくゆくは YouTube で、世界に発信すればもっともっと大勢の人に知らせることができるんじゃないかということで挑戦しました。で英語、この英語を吹き込んだものはですね、私と枝村さんと申しますが、おっしゃいますが、新英語教育研究会新英研という英語の先生たちが作っている研究会のメンバーの静岡のメンバーです。現役の英語教師もいますし、退職の者もいますが、その人たちが喫茶店で録音をして、でそれで紙芝居をこう動かして音を入れて、そしてこの紙芝居を作った2人がね、ジュネっていう素敵なオカリナのようなもの演奏してくれるもんですから、それも BGM で入れました。それで、とてもいいものができたと思います。でぜひ海外の人にも紹介してほしいし、それからここにいらっしゃる皆さん、あるいは若い方たちが英語の話せる日本人で、世界にね、発信をしてほしい、そういう意味でこのセットを作ってまいりましたが、この中には紙芝居の台本の英語と日本語両方つけたのを入れてまいりました。それから静岡で、取り組んでいる高校生のね、第五福竜丸元乗組員の聞き取り調査のことなんかも写真にしてます。それで英語はじゃあね、誰が訳したかっていうことなんですが、永田スワッさんという願いというね、曲ご存知ですか。それを世界に広めた素敵な英語の先生が英訳してくれて、ちゃんと高越アメリカ人の英語の監督にしてもらいました。この英語の監督は実は今第五福竜丸のことをドキュメンタリーにしてアメリカ人に知らせたいということで一生懸命映画を作っているヒース・レイニングさんという方なんです。で彼にちゃんと講演をしてもらった英語ですから、大丈夫、しっかりしたいです。でも発音がね、ちょっとジャパニーズ・イングリッシュじゃないかなと心配して、海外でアメリカの友達、ドイツの友達に送って、ジャパニーズ・イングリッシュですけどって言ったら、ジャパニーズ・イングリッシュもイングリッシュなんだっていうことで、とてもいいっていうふうに言ってくれました。ですので、皆さんね、これぜひ、お聞きになって、自信を持って、ね、広めていただけるんじゃないかなって思います。で第五福竜丸23人いた乗組員は、5人だけになってしまって、で大石又七さんと池田雅子さんは1日に見えられます。ぜひ皆さんお声をかけてあげてください。広島、長崎はもちろん大事ですけども、このビキニ事件、特に久保山すずさんが本当に大変な中で平和運動をして原住民運動も始まったし、それから母親大会も始まったし、それを頑張って続けてきたということをこの紙芝居の中にも入れてあります。でそういうことで、ぜひまたご活用ください。はい、どうもありがとうございました。